すいません、またお願いしたいんですけど。よし、じゃあアザちゃん、アザトースちゃん、アズカリアさん行こっか。いや、こういうね、やっぱこういうねっとりした言い方で言うから、なんかちょっといかがわしい感じになっちゃうんだよね。もっと爽やかな感じでね、アズカリア行っちゃうみたいな。それはそれでなんか気持ち悪いけどね。はい、お願いします。様子を一応聞いとくか。多分大丈夫でしょう。元気です。お、よかった。2匹の仲はそれほど良くないけど。いや、まあね、初めはそういう関係の方が燃えるってもんよね、後からね。さあさあじゃないの。 EV が生まれるんですよ、これで。いや、 EV の進化系1体ぐらい入れようかなと思って、パーティーに。でもさ、今8種類ぐらいいるじゃん、 EV って。どれに進化させようかなっていう。まあ、パーティーにいないタイプの EV の方がいいんだろうけど。あ、え、もうできてる。早っ。一瞬じゃないですか。ありがとうございます。いや、吉野家の牛丼の提供より早いじゃん。こんなものすごいスピード提供だったな。大事します。お、来た、やった、生まれた。マジ誰に進化させよう。候補としては、草タイプのリーフィアか、フェアリータイプのニンフィア、あの辺かな。え、今喋んなかった。あれ、今なんかヘッポーみたいな言わなかった、 EV。 あ、 CV ついてるんですか、今作の EV って。あ、そうなの。ピカチュウだけじゃなかったんだ、あれ。ピカチュウだけの特権じゃなかったんだ。不安定な遺伝子のおかげで様々な進化の可能性を秘めている特殊なポケモン。へえ、 EV も CV。 いや、絶対喋ったよね。なんか電子音じゃない音がしたもん今。よし、ランデで行こう。あの、前回のコンベがダンデとランコでダンコだったから、今回はランコとダンデでランデね。こう、ダンデさんの知らないところで着々とチルドレンたちが生まれてるわけですよ。ダンデチルドレンたちが。エーポー、ほら。あ、やっぱ喋るんだ、今作のイーブ。あ、攻撃下がりか。なるほどね。いや、エーポーって何？いや、VE じゃないの？ VE。いや、俺 VE のイメージだったんだけど、イーブって。エーポーって何？いや、ピカチュウはさ、ピカチュウだからピカーじゃん。え、じゃあイーブもそれに習って VE とか E とか言うべきじゃないの？エーポーって何？ランデおるか、ランデ。あ、いたいたいた。おいで。いや、喋るなぁ。え？みたいな言ったじゃん、今。あれ？あー、来た来た来た。いや、可愛いね。いや、イーブイって絶対。なんだ、その顔ちゃ。田舎の少年の笑顔じゃん。何この、汚れを知らない笑顔。エッポーイ！いや、だからなんなん、エッポーイって。いや、めっちゃ言うじゃん、エッポーイ。え、いつからこれ？いつからエッポーイとか言うようになったの、イーブイ。俺知らなかったんだけど、イーブはこんなエポーイとか言うようになってたの。いや、めっちゃ押すじゃん、エポーイ。はい、というわけで今回はね、レベル上げをしようと思いまして、このゴッサムと、ランデ、この2体を育てようかなと、トーナメントに向けて。うん、いろいろ捕まえたけどね。フルフェ先輩とかも捕まえたんだけど、ダンコとかもね。まあ、この2体かなーっていう。まあ、特にゴッサムはさ、今の俺のパーティーに足りない飛行タイプを持ってるし、で、何より、まあ、当時ね、インフレに置いてかれてボックス行きとなった彼がね、まあ、今回華麗に復活を遂げるっていうことでね、コラッショたちも喜ぶんじゃない、これ。よく帰ってきたなお前みたいな。確かね、レベル50ぐらいで進化したと思うんだよね。だからそれぐらいまでは育てたいな。あったあった、あれね、ダイマックスの巣穴ね。あそこのバトルで勝つと、報酬で経験値飴っていうのがもらえるんですけど、なんかね、それをいっぱい集めるのがレベル上げに一番効率いいらしいんで、ちょっとやってこうかなっていう感じです。これ何？虫飛行？アゲハントとかかな？こんなんいたっけ？まあ、とりあえず、やるぞ。まあ、虫飛行なら、フルフェ先輩でやっつけるでしょう。フルフェ先輩の無言の圧で、やれるだろう。お、集っている。あれ？え？あ、バッフリーだったの？あれ、なんか違わない？羽の形。あ、なんか、あれか。巨大マックスのバタフリーなのかな？いや、この巨大マックスのさ、姿変わるやつと変わらないやつの、あれがよくわかんないんだけど。
まあいや、とりあえず倒すか。まあ大アイスでしょ、ここは。フルフェ先輩やっちゃってくださいよ。行くぜ、ランコ。スタジアム外での久々のダイマックス。いったれ、フルフェ。オーラ。いや、フルフェ先輩もね、使いたいんだけどね。もう何回も言うけど、パーティーに空きがないんだよな。ほんと使いたいポケモンいろいろいるんだけど、もっと。まあまあ、だからこういうレベル上げの場面ぐらいでは使ってあげようと思って、フルフェ先輩を。ダイジェット来た。おー、ソルロックが。あ、耐えるね。さすが。まあまあ、効果今一つか。いや、でも今一つであの威力。いや、ずっとさ、ダイマックスしてんのずるいよな。普通に考えて。まあ、だからこっちは4人で戦うわけか、これ。行くぜ、ダイアイス。いや、これがどれぐらい効くかだな。あー、そんなもんか。あ、抜群でそんなもんか。いや、まあ、これは長期戦になるな。はい、フリーズドライ。これで落ちるだろう。よし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 、やったやった。オッケー。これで、あ、そっか、捕獲できんのか。あ、そっかそっか、前回もそんな感じだったな。え、これってもしかしてさ、その、確率とかじゃなくて絶対捕まえられんのかな、ダイマックスのポケモンは。あの、キャスパー捕まえた時もさ、すげえあっさり捕まえたもんな。なんかそういうイベント捕獲な気がする、これって。おい、ゲット。いや、多分そうでしょ。これ、いけるやつでしょ、多分。なんか、こういう、もぞもぞしてる演出はあるけど。いや、だってこれ、捕獲失敗した後、どうすんのって話だもんね。もう一回戦うのみたいな。はい、やったー。いや、絶対そうだよ、これ。多分、絶対捕まるんだ、巨大マックスのやつ。なるほどねー。あー、めっちゃくれた、また。あ、経験飴、L。へぇー。いや、この技レコード、この使い切りの、こういうのが、美味しいな。いや、今更だけど、報酬が本当にうめえ。ポケモンまでもらえて、技レコードとか経験値飴とか。まあ、これは周回してんだろうね、みんな。こんだけ美味しいってことは。毎日蜜を集め回る。足の産毛に蜜を塗り込んで巣に持ち帰る習性を持つ。あ、その足産毛びっしりなんだ。ちょっとキモいな。じゃあ、バイバイで。もう、バイバイバタフリーしかないんだよな、俺。バタフリーを見たら。さよなら、バタフリーつってな、サトシがな。で、持ち物、バッグ、経験飴、XS、15個もあるし。どうしよう、これって、もう全部使っちゃうか、XS。どれぐらいいくの、これ。1個で、あ、1個で100ね、経験値が。なるほど。あ、でもこれでレベル15ね。つぶらな瞳。あ、はいはい、これを覚えさせて、レベルアップさせるってか、懐かせると、ニンフェアになるんだよな、EV って。あー、ニンフィアにしよっかなー。リーフィアってさ、確か物理型だったじゃん。で、ランでは物理低い性格だったから、ニンフィアにしよっかなー。じゃあ、キャワだしね。あと単純に。ニンフィアマジ超キャワだから。で、経験飴 L を3つ。45か7ぐらいまでは、おー、レベル32。え、めちゃくちゃ上がった。あ、1個1万ももらえるんだ。経験飴 L。すげえ。あ、これやっぱダイマックスバトルしまくるべきだな。これあっという間に上がるな、多分レベル。んー、マネッコもいらないかな。マネッコとか使い道がわかんねえけど。あ、あ、エッパー。ちょ、おや、ランデの様子が、おい、懐いてた、もうすでに。やっぱりランコの美少女パワーがそうさせた。おい、来た、はい、ニンフィアちゃん来た。はい、キャワスイサミダレを集めて林最上キャワね、ということで。いや、やばくない、この子。いや、俺みたいなさ、俺みたいなアラサーが育ててたら犯罪になるんじゃないかな、こんなこんなポケモンを何らかの法に触れんじゃねえかっていうぐらい可愛い。何この子。うい、ニンフィア、あれは誰だ誰だ誰だ、あれはニンフィア、ニンフィアマン人力デビルマンマットね、ありがとうございます。恐ろしいドラゴンポケモンを美しいニンフィアが退治する童話がガラル地方に残るまーん、クソかわいい。はい。チャームボイスって威力どれぐらい、これ。40引く。40。いや、せめて80とかの技欲しかったけどもなー。でもかわいいからいい。かわいいものの名を受けて
すべてがキャワイイ、キャワイイ男。ニンフィアローは超かわいい。ニンフィアは地獄かわいい。もういいっすか、デビルマン。強さを見る。かわいい力。よーし、経験値をいっぱい集めるぞ。ランデちゃんのためにね。お、星5か。これ星ってやっぱさ、難易度なのかな。これドクロックだよね、絶対。ドクロックはエスパー4倍だけど、エスパー使えるやつがなぁ。SCP？ いやでも SCP は正直打たれ弱いしなぁ。じゃあコラショ行くか。コラショ飛び跳ねると二度蹴りあるから。あれ二度蹴りってでも毒半減だっけ？どうだっけ？いやまあいや、とりあえず、うちの最強メンバーで行かせてもらおう。最強メンバーというか、最強ポケモンのコラショで。よーし、行くぜ、ランコ。ランデちゃんのために。キャワイイ、キャワイイランデちゃんのために。アメをいただきに参ったわよ。行くぞ。行け、コラショ。お前の力見せてやれ。いや、なんか1パートぶりに見るだけですごい久しぶりにコラショを見るような感覚になるな。元気してたか、ボックスの中で。お、魚群。いいね。いや、魚群モードの弱し結構強かったよな。てか、ちょっと待って、これってさ、待って、一旦、戻れたりする？こうやって逃げれんのかな、途中でダイマックスって。あ、ダメか。なるほど、戦い続けないと、最後まで戦わねばならないということか。飛び跳ねるが抜群か。どうしようかな。ダイマックスする？ダイマックスダイジェットで全員の素早さ上げるか。あー、どうしようかな。まあとりあえずそうするか。じゃあ行くぜ、ダイジェット。風を蹴る。いいね。ちょ、全然減らねえ。そんなもん。抜群だよ、この威力。あ、そう、思ったより弱かった。エレキボール。おお、ちょ、勝った、このドクロック。マジか、ヘドロ爆弾。あー、ちょ、ワンパンなんだけど。サンダース知らない人のサンダースが。あー、嵐が勢いを強めている。あ、星5ってだけでこんな強いんだ。ちょ、ダイアースとか覚えてるし。ハリーセーン、知らない人のハリーセーン。おお、ダイアース。いや、それ誰に言ってんの、誰にやってんの、そのダイアースは。ちょ、コラショかよ。おお、ちょ、シーン。マジか。超強えんだけど。いや、負けたんだけど普通に。コラショー、俺の大事なコラショが敗北を喫してしまった。これどうなの。おーおーおー、なんだ。おお、嵐が巣の外に吹き飛ばされた。あ、こんなんなるんだ、負けたら。わあ、ちょっと戻された、マジで。強い、星5。でもバルジーナ使うかな。まあいいか、使う使わない別にして、まあとりあえず捕まえとこう。うん、そうそう、飴がね、飴が必要なだけで。おお、いいね、イカ様とか。いいね、イカ様の技レコード。いや、技レコードとかも使ってった方がいいんだろうな、バンバン。でもなんか使うと消えちゃうからな、すげえもったいない根性が働いてしまうわ。バルジーナね、骨わしポケモン。いや、バルジーナ俺結構好きだったな、使ってたもん俺。拾った骨で身を飾る、まとう骨の形には流行があるらしい。あ、そうなんだ。バルジーナ内での骨の形の流行があるんだ。へえ。じゃあまあ原宿でとりあえず。よくわかんないけど、なんかおしゃれだから。骨の流行があるって感じがおしゃれだから、原宿で。原宿なー。特攻下がり、素早下がり。あー、結構いいじゃん。あ、能力値結構いいじゃん。でもなー、まあいっか。うん、とりあえずバルジーナはいいや。バルジーナを入れるような隙間がねえんだ俺のパーティーには。ぎゅうぎゅうなんだよ。そうだなー。てかさ、星5を倒したらもっといっぱい飴もらえんのかな。じゃあ多分難易度上がると報酬上がるんだろうな、一緒に。じゃあさ、ちょっとインターネットつなごうかな。ネットつないだらさ、なんか協力して倒せるんでしょ、ダイマックスポケモン。ちょっとそれやってみようかな。おっ、誰。あ、すげえすげえすげえ。あ、めっちゃなんかトレーナーいる。アンニョンハセヨ。アンニョンハセヨ。あ、韓国の人がいる。これ3日前に拾ったんだ、君にあげるよ。めちゃめちゃ日本語で話しかけてくる。ランコは真珠を手に入れた。あ、やった。3日前の真珠。3日前だから気をつけてね。いや、なんか3日前にすごいこだわるじゃん。何を言ってんの、3日前3日前って。グッドアフタヌーン。あ、外国の人だ。
マックスレイドバトル一緒にやってくれる人いないかな。え、やるやるやるよ。 YY 通信から誰か参加してくれないかな。あ、そういうことね。 YY 通信で、なるほど。え、どうやって、あ、こうか。おー、すげえすげえ、みんな募集してるじゃん。あ、なるほど、こっから参加できるんだ、人のあのマックスレイドバトルに。そういう名前だったんだな、あれ。ちょっと待って、じゃあ、誰かの参加しようかな。じゃあこれサツキの凄まじく強いポケモン、これに参加しよう。通信待機中。どうしたいんだこれ。挑戦する。は、相手が見つかりませんでした。あれ、あ、もう終わっちゃったかな、悩んでる間に。あ、そういうこと。もう一回やってみる。もう一回やったらいるかな。通信待機中。挑戦する。星5積んべや。ちょっとダメだ。通信に失敗って何これ。なんか時間を置いた方がいいのかな。マジカル交換めっちゃみんなやってんな。俺もやろっかな。これってさ、あれ、なんかミラクル交換みたいなやつ。ポケモン選んだらあとは全てお任せ。冒険してる間に交換できる人を見つけてポケモン交換。あ、やっぱりミラクル交換みたいな感じだよね。やろうやろう。どうしようかな。誰を旅立たせようかな。シモンズ。シモンズかな。こいつ捕まえたっきり一回も使ってないしな。あ、でもちょっと待ってよ。犬子。あ、マンタ行くか、マンタ。マンタ多分一回も動画に出てないよな、こいつ。多分、動画にしないところで捕まえたやつだ、このニュアンス。あ、よろしいです。じゃあマンタをこの広大なネットの海に放流しよう。誰かが拾ってくれるはずだ。お、探しています、だって。これ結構楽しみだな。ん？あ、交換完了になった。あ、できたのこれ。お？お！マンタをジョニーへ送ります。バイバイ、マンタ。あ、ジョニーがマンタ拾ってくれた。じゃあなー。ジョニー何くれたの？あ！ピチューじゃん！いいんすか、ジョニー。そんないいもんもらっちゃって。おお！ちょ、顎ひげ生えてる。ピチュー可愛がったわけで。あ、はい。あ、海外名でもピチューなんだ、ちゃんと。ピチューって。やった、ピチューもらっちゃった。頬の電気袋は小さく、ちょっとでも電気が溢れると自分自身が痺れてしまう。キャワ。そして顎ひげ。俺このピチューの首元の模様、一回顎ひげに見えてからもうずっと顎ひげ見える。そういう呪いにかかってる俺は。ステータス見てみようかな。たまにめちゃくちゃ強いの流れてきたりするよね、こういうミラクル交換ってね。これか、ピチューレベル1、強さ見る。絶対孵化したやつじゃないこれ。孵化余りってやつじゃない。ほら、特攻上がり、攻撃下がり。ボルテッカ覚えてるし、控えめな性格。いや、絶対これ、負荷余りってやつじゃん。いや、個体値とかめっちゃ高いんじゃないの、ボルテッカ覚えてて。はぁ、いや、まあじゃあ、ありがたくもらっておくか。まあピカチュウを育てる気は今んとこないけど、まあジョニーとの思い出の一匹っていうことで。いや、これもうさ、俺が募集した方が早いんじゃないかな、多分、探すよりもさ。多分、その方がいいよね。ポケモン変える。キテルグマか。キテルグマノーマル格闘。格闘がいねえからな、強いやつが。いや、ゴースト使ってもな。ゴーストタイプ使ってもな。誰が一番強いんだろう、俺の手持ちの中で。やっぱコラショか。まともに育ちきってるのってコラショぐらいしかいないもんな。じゃあコラショでいくか。まあ格闘覚えてるしな、コラショ。弱点はつける。よして、これでみんなで挑戦。で、参加する人待てばいいのかな。いや、前回誰も来なかったんだよね、ゴースの時。やっぱあれかな、弱いポケモンだと来ないのかな。わざわざやる必要ないっつうかさ。もうみんなある程度ポケモン極めてるだろうから。もう発売して時間も経ってるし。もうガチ勢しかやってない感あるよな。だからこういう強いポケモンのやつだったら、来てくれるガチ勢がいるかもしんない。あ、ほら、じゃあ、ミュウツー連れてきたよ、ほら、ガチ勢だよ。もうガチ勢しか残ってねえよ、やっぱ。お、進化後ギャロップじゃん。ちょ、夢川の進化後使ってんじゃん、このタンポポって人。やだ、ちょっとネタバレしないでくれます？うちのポニータまだ進化してないんで。まあでもやっぱあんな夢川な感じで進化すんだね。よし、やるか。いや、大丈夫そうじゃないこれ。いけそうじゃない？おーおー、4人のランコ。4者4用のランコがいる。いや、でもうちのランコが一番可愛いな。よし、行け、こらしょ。見せてやれ。
いや星5キテルグマだけど、今回は他の3人が CPU じゃなくてちゃんと生身の人間だから、いやこれはいけるんじゃないか。だってミュウツー連れてきてた人がいるぐらいだよ。いやちゃんと強い育ちきったやつらを連れてきてくれたんじゃないのみんな、まあ、ある程度他3人に任せる形でいいかもなこれは。じゃあとりあえず二度蹴り。これ二度蹴りってさ、シールド2回分壊せんのかな、このダイマックスポケモン。どうなんだろう。あ、ギャロップはマジカルじゃん。超いいですねタンポポさん。ちょ、ギャロップのひずめ舐めてもいいですか。お、リーフィアちゃんも攻撃している。ちょ、ペロペロしちゃってもいいですか。可愛いですねリーフィアちゃん。いや、うちもねニンフィアちゃんと迷ったんですよね。おい2回目。あ、やっぱ2回目はシールド削れないんだ。あくまで1回分しかダメか。おい、ハガネール。ハガネールは別にペロペロしたくない、そんな可愛くないから。よし、不思議なバリアが壊れて、で今がチャンス、畳みかけチャンス、ダイアタック。これが誰に。あ、リンフィアちゃん大丈夫。あ、大丈夫そう。え、強い、すごい強い。やだ、え、強いですねオタクのリンフィアちゃん。え、足触ってみてもいいですか。すごい触ってこようとするけどすいませんね。あ、締め付けられてる。え、かわいそう。え、すっごいかわいそうですね。え、痛そうですね。え、大丈夫ですか。え、よかったら僕が手持ちにしましょうか、そのリーフィア。僕の手持ちってことにしましょうか。嫌ですか。え、てかギャロップの縦髪、あ、長っ。あ、そんなんなるんだ。え、かっこいいな。え、なんか夢かっこいいって感じだね、感じですね。え、ちょっといいですか、ちょっとまたがってみてもいいですか、背中とか。え、意外と座り心地いいんですね。あ、ダイマックスしてる。え、これ誰、これどのポケモン、どのポケモンダイマックスしてんのこれ。え、ギャロップですか、リーフィアですか。え、あ、ハガネールなんですね。いや強いですもんねハガネールね、うん、別にあのペロペロしたくなる感じのポケモンではないですけど強いですもんね。顎のしゃくれ具合とかやばいっすもん。お、サイクギネス。え、偉いねそのギャル。ね、偉いですねほんとこの子ね。言うこと聞くんですね、弱点とかついちゃったりしてね。あ、バリア、バリア張ってますよ。ちょっと押してみたって。偉いね、ちょっと捨て身、ご主人のため捨て身になれる、偉いね。おい、こらしょ、見たか捨て身タックル、あの小さな体でだよ、そんな涙出ちゃうよね。あ、ちょっとギャロップ、あ、半分いった。ちょ、リーフィアちゃんはあんなカッチカチだったのに。あ、ギャロップの方が防御低いんだこの場合、そういうことになるんですね。あ、ギャロップがかわしてる、偉いね。いや、ほんといい子だらけでね、もうかわいいみんな。お、ダイマックス技ナイスです。ナイスです、ハイタッチしましょうよ、ナイスです、イエス。謎のテンション。いや、なんかみんなと戦えるって楽しいね、楽しいですね本当にね。え、てかその着てる青いジャケットめっちゃおしゃれっすね、それどこで買ったんですか。あ、最近やってる。あー、めっちゃ削った。え、すっごいっすねそのギャロップ。え、ちょっと一回だけ舐めていいっすか、味見といていいっすか。岸辺露伴やめろ。あ、これ捕まえちゃっていいの。え、ランコは捕まえちゃっていいのこれ。え、これみんなのゲットとかになんないの。え、ランコ代表ゲットでいいのこれ。あ、え、なんかこれホストしか捕まえられない、ホストしか捕まえられないとかあんのかな。え、それだったら申し訳ないな。いや、まあでももうここにいる皆さんなんてね、もうキテルグマとかね、もうたくさんたくさんたくさん捕まえてらっしゃるだろうから、もう今さらいいよって感じなのかな、そういうそういう境地に至ってらっしゃるのかなね。はい、というわけでじゃあランコはいただきます、ありがとうございます。え、やった。え、すげえ簡単に倒しちゃった。いや、やっぱ生身の人間とやると違うね。え、めっちゃもらっちゃったし、技レコード。あ、経験飴 XL、 すげえ XL もらっちゃった。え、やっぱこれ星5倒すとうまいんだな、報酬その方が。え、皆さんありがとうございます、ありがとうございました本当に。剛腕ポケモン、格闘家顔負けの技で仕留めた獲物を両脇に抱えて隅かへ持ち帰る。いや、怖っ、ちょっと。いや、仕留めた獲物どうすんのその後。え、食うのかな。いや、まあ食う以外ないよな。いや、怖怖すぎるだろこいつ。どうしよう。いや、俺ねこいつずっとねサンリオって名前つけてねやってたんですよ過去。あれ何だったかな、サンムーンかな、サンムーンだっけ、キテルグマ初めて出たのって。 XY だっけ、もう忘れたけど、確かずっとサンリオって名前でやってて。いや、でもさすがになんかちょっとあれかな。ちょっとなんか怖くなってきた。あ、ちょっと変えとこう、やっぱ。じゃあね、リオさんにしとこう。うん。隠せてんのか分かんないけど、リオさんにしとこう。じゃあリオさんは、リオさん強さ見とこうかな。レベル56、たっけ。
素早さ下がり防御上がりか。あーまあ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 、でももともとそんな速い方じゃないもんな。なるほど。てかみんなと戦うのすげえ楽しかったな。なんかね、チャットとかでナイスですみたいなのできたのにね、定型文みたいなので、そこそこみたいな、いいよ舐めさせてくださいみたいなあったらいいのにな。これ通信交換ってさ、知らない人と交換できるのかな、もしかして直接。面白そうじゃない、やってみよう。通信する。お、探してるわ。なんかドキドキするなこれ。なんか交換したい。いやでもなんかめちゃくちゃ強い伝説とかもらっちゃったらどうしよう。あ、この人追いかけよう。なんかめっちゃこの人さ、ばらまきながら走ってんだけど、ちょっとなんかきらめいてますよお兄さん。ちょっと輝きを隠せてませんよ、トレーナーとしての。すいません、スターカイドを爆心中、すいません。あ、止まった。お兄さんどうしたの。てかフルフェイスヘルメット、あ、交換アイテム見つかった。やった。誰だろう。勇気、英語で勇気。何人だろう、日本人かな。名前だけだとちょっと日本人っぽいけどな。何出そうかな。ピチュー、アゴヒゲ。いやーでもこれはな、思い出あるしな。どうしよう。原宿出してみるか。原宿いるかな。バルジーナ欲しいってなんないかな。相手の返事を待っています。いや成立しねえだろ。ああ、向こうから断られた。いやそりゃそうだわ。じゃあ霊獣ボルトロス。そういう感じ。いや俺伝説持ってないよ。いや、じゃあ伝説持ってないアピールしないとな俺。いやこれお互いさ、見せ合うまでどんなポケモン出すのか分かんないのがあれだな。いやちょっと俺このそういうガチな交換じゃなくて軽い交換したいんだけど。いやちょっとだから違うのよ。ちょ、お互いに求めてるもん噛み合ってね。あー、ちょ、切断されたし。ちょ、いやもう絶対こいつ使えねえって思われたじゃん。なんか公に交換募集してるから行ってみたら始めたてじゃねえかみたいな。伝説持ってこいバカみたいな思われたかもな。いやでもさ、あんな色違いゲノセクトなんて交換に出す、あれかな、なんか自慢目的の人かな。いやそういうの昔のポケモンにもいたよね。なんかレアなポケモン見せびらかしてすぐ帰っていく人みたいな交換で。あ、レイドバトル募集してる。これ行こうかな。入れるかな。でもそれ見せびらかしの文化未だにあるとしたら感動するな、なんか。だって俺が大学生の時から。あ、通信なんて見つからなかった。いや、これ成功することあんの？毎回失敗しちゃうんだけど。じゃあもういいか。ネットから切断しよう。いや、楽しかった、これ。でも、またやろう。でもなんかその見せびらかし文化、多分10年前とかだけど、俺がガチで体験したのって。いまだにそういう文化が残ってんの感動するな、なんか。じゃあ1個これで、あ、レベル48か。いつ進化すんだっけ。あ、来た。あ、やった、ゴッサム進化した。レベル48か。50とか49とかその辺だったよなーっていうのは覚えてたけど、やった、ゴッサムがついに生きたぜ。オンバーン、いやオンバーンめちゃくちゃかっけー、やったー。これでもう完全戦力になるでしょゴッサム。いやドラゴン飛行タイプだよ、だってもうそんなドラゴン入っちゃったよ。いよいよ俺のパーティーにもドラゴンが。いやギャートルズもドラゴンだったけど、暗闇を飛びながら岩をも砕く超音波で痛めつけ、鋭い牙でとどめを刺す。かっけえ、もう普段の生活がかっこいいもん、なんか。そういうオンバーンの普段の生活がさ。竜の波動は絶対欲しいな。影分身かな。影分身の代わりにじゃあ竜の波動を入れると。よしよしよし。いや、だいぶこれ、良くなったんじゃない。いや、ゴッサム入ったことでだいぶ良くなったんじゃない。いや、地面完全無効化するからな、ゴッサムは。弱点だった地面を。じゃあランデちゃんも、アメちゃんあげようねアメちゃんあげようねこの XL。もうこの大きなアメをあげようねおい、めっちゃレベル上がった。3万。あ、1個で3万か、XL って。自己暗示？いらなくね？使いどころ難しくないこれ。いや、自己暗示はいらんかな。なんかいい技覚えないの？覚えないし、なんか攻撃的なやつ覚えないのかな？フェアリーの。じゃあ2つ。お、レベル48。ゴッサムと揃ったな。覚えねえ。あ、そうなんだ。あ、ニンフィアって、あんま強い攻撃技覚えないのかな？
え、でもよし。この2匹完全に育ちきったな。え、コラッシュのレベルが49とかだったから、もう並んだね。完全にパーティーに入れても遜色ないレベルに。鍛え上げたぞ。2匹を。よーし、じゃあ、戻るか、シュートシティに。いよいよトーナメント戦、参加しましょう。ね。育ちきったこの2匹を使って、行くぜ、ランコ。本編に戻るぞ。やっと。